源の御秘訣は、一条金吉が、源氏物語の秘事を記し、子息、一条冬らに伝えた、秘伝書である。以下の名称でも呼ばれる。一条金吉は、室町時代の苦行、摂政関白で、古典学者である。一般に、金らと呼ばれることが多い。金吉の著作とされる、小質、注釈、評論、随筆、下作は、 便宜書目録によって伺える。便宜書目録は、金吉の著作書目を多く載せている。この中に、課長予定のほか、南郷解釈した、源氏物語は秘書、光る源氏の年譜である、源氏物語年率、夕食古実を記す、後継次第なども記されている。研究は、くじの根源を極めるため、学は、和漢、真珠仏教の三教にも及んでいる。 課長余剰が完成する文明4年に13課上の課長区伝書を作成し、その後1項目変え、区伝書を作り終えていることから、本来3課上の肘と10課上の区伝を合わせた13課上であった。その後2項目加え15課上の源の語秘訣ができたとされる。以下2種の奥書きによって伝本を分類できるが、内容はほぼ同一である。 前者は冬らに授けた送電本。後者は、前者とは別系統で他者から求められた際、一死にしか伝えないほどの秘説とに断り書きしたものとされる。文明9年に成立。全一冊で15項目からなるが、一説によると、16.17項目からなる。巻名と内容に関しての項目があり、 夕食古日に関することを含め、金吉自身の考察が書かれている。課長予剰は、序文によると、四つ辻吉りの、川解消の不足を補い、訂正を行うためとあるが、源の御秘訣は、課長予剰の秘伝書として表している。源の御秘訣本文には、いろいろの説あり、いずれも、皆誤りなり、信用末、カラス、旧説様、に減り、 解消庫もなきことなり、持ち入るに垂らすなど急切に対し否定する箇所も見られる。課長余剰に、施設これあり、別に記すべしなどとしている項目に関しての中である。以下15項目からなり、そのうち最後の1項目は、奥書きの後に書かれているものもある。以下は、奥書きの後に書かれている項目このうち、陽明助根の子の持ち、とのいものの袋は、 三河の肘と一筆耐えたりとする。課長予定で、都の居物の袋の状には、異なることなけれど、肘と一筆耐えたることなければ、あらわにるすに及ばずと指している。課長予定の、別中と、源のご秘訣の項目には、項目数は同じであるが、項目内容が重ならないものもある。また、項目内容が重なるが、大内正弘の求めに応じて与えた。 課長区伝承と、冬ら以外に送った区伝承では、解説や転居を省略し、源のご秘訣にのみ記述がある。著者自質本は、現在伝わっていない。写本、半本は多いため、以下一部挙げておく。関念が、遠方八年版、中村孫米版聖火堂文骨書像。ありがとうございます。